コップ600ステーションは、1989年10月2日から1991年3月29日まで、熊本朝日放送が放送していた熊本県向けのローカルニュース番組である。コップの開局翌日に放送開始。同局夕方のローカルニュースワイドの第一号であり、平成新局による夕方6時台ニュース番組の第一号でも、ある。番組はテレビ朝日発の、 600ステーションを放送した後、18時30分から18時42分まで、熊本県内のニュースを放送。18時42分からは、コップウェザーボイスを放送していた。CM 前には、画面下に、続いて、熊本からコップ600ステーションと表示していた。1990年10月6日には、土曜と日曜に、放送の週末版。 コップ530ステーションもスタートした。しかし、こちらは530ステーションの熊本県ローカルパート扱いであり、放送時間も平日版とは異なっていた。番組は、その後、600ステーションが1991年春の改編でステーション愛へリニューアルするのに合わせて、同タイトルでの放送を終了。同年4月1日からは、 ステーションアイ熊本と題して放送されていた。なお、週末版はその後も1993年3月28日まで同じタイトルで放送され続けた。ありがとうございます。